皆さん、こんばんは。お待たせいたしました。上野の部屋です。すごい雨風ですね。寝てませんよ。今日は大丈夫ですよ。すみません、ちょっと準備に時間かかっちゃって、どうやってやらないかなっていう。なんか2週間ぶりですからね。何気に先週は車の中からアーカイブ残してないんですけど、車の中からやりました。運よく聞けた方もいらっしゃるかなと思いますが、こんばんは、皆さん。あれって何？ちゃんと聞こえます？どうしたどうした？あれってなんだ？ちゃんと問題なく言ってますかね？聞こえてますかね？大丈夫かな？大丈夫かな？問題なければ。そう、車デフォルトです。あ、大丈夫かな？あ、聞こえてる。あ、よかったです。ありがとうございます。そう、先週お休みというか、まあ何かしらちょっと考えますということで終わったと思うんですけど、なんとか9時に間に合うかなと思ったけど全然無理で帰りが、先週ね。そうだから、帰り途中の車をもう人気のないところに路駐して、真っ暗闇の中一人で喋るっていうことをしました。でも真っ暗闇だから全然映らずにねそうそう、だからもうラジオ状態でやったんですけど、そう、ごめんなさい、アーカイブは残してません。そんな感じだったので、はい。そう、今日は7月1日ですね。もう7月になっちゃったね。7月、ね、ということで、まあ7月1日なんで、まあね、名鉄7100系とかあればよかったんですけど、残念ながらないので、1700系を代わりにね、ちょっと見えるかな、これ旧塗装と新塗装と1700系ね、どっちも持ってるんで、僕はやっぱり新塗装の方が好きかな。1600系時代の面影があるというね。はい、そう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 。そして日曜日はレブのね、配信では、カエルの鳴くところを探し回りまして、虫と戦いながら東海村からつなぎました、うん、そうなんです、そうです。ちゃんと聞こえてましたかね、カエルの大合唱。そう、僕まだコメントが見れてなかったから、あの時ね、うん、なので、そう、車で探して、配信まで真っ暗闇の中ライトを消して待機して、うん、そうそうそう。ライトつけるとね、もう田舎に住んでる方はわかると思いますが、もう虫がみんなやってくるんですよ。うん。そう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 。だからライト消して待機して、という感じでしたね。うん、そう、そして土曜日かな。土曜日は題名見てくれましたか？皆さん。題名。銀河鉄道999。名曲っすよね、ほんとね。そうそうそう。あれを聴きたくて。ね。お絵描くにアレンジしてもらって、上野合奏団で、知り合って、でその時のリハーサルで初めましてっていうね、うん、まだ会ったことなかったんです、うん、で初めましてということで、アレンジしてもらって、いいアレンジでしたでしょ。そう、かっこいいアレンジ、してもらいました。ちゃんと SL に聞こえました。最初テレビ見ました、皆さん。 SL超いい感じに SL のこう汽笛になる重音を見つけまして、で、あの SL の汽笛っていうのは、あれ圧力によってこう音程が微妙に変わるんですよね。たーっていう風に変わるので、それをまあ再現できる、そしてまあ一番、いい感じに聞こえる重音を探して、シュッチャッチャッチャッっていうのもね、ドラフト音も再現しつつ曲がスタートするというね、あんなことを地上波でさせていただき、本当に嬉しいです。でも映像とのコラボも良かったでしょ、うん、
映像とのコラボ。ね。素敵な映像をね、番組のスタッフの方が用意してくださって、いい感じにこう、はめ込んでくださってね。ちょうど、僕お気に入りのポイントとしては、メガネ橋ね。古い橋が、夜ライトアップされてるシーンが、ちょうど曲の、こう、なんて言うんだろう、ロマンティックな場所にこう、カット割りがこう、変わっててね。おー、いいってなりましたね。そうそうそう、うん。あ、皆さん見ていただいたんですね。ありがとうございます。そうそうそう。テレビに近寄ってしまったってね。ちょっとね、乗ってみたいですね。SL 銀河。ちょっとまだ乗ったことないので、もう本当四季折々、美しい車窓が眺めれるんだろうなっていうのはわかるんですが。そう、栗でも映ってましたね。そう、僕の紹介のところで、僕が鉄道員のね、制服、そして帽子と被ってる写真あったと思いますが、あれは栗原田園鉄道っていうのが、まあ、昔宮城県にあって、その跡地が、まあ、テーマパークみたいな感じになってるんですね、今。うん、で、そこに去年行って本物運転してきたときに、そこのスタッフの方のご厚意で、制服着ますかっていうふうに言われまして、もう絶対着ますっていうことで、着ました。上野さんってどっかの音楽の教科書に出たりしてますか？してると思います。僕もどこの、どんなものかちょっとわからないというか、細かくはわかんないんですが、探してみてください。はい、そう、石丸さんもね、鉄道を好きだということでね、二人でテンション上がってましたね。そうそう。大井川鉄道もね、行きたいですね。いつか大井川鉄道もぜひ行ってくださいってね。金谷からね。そうそうか。もう今日はね、ちょっと話題てんこ盛りですね。美食探偵も日曜日最終回でしたからね。うん。まだね、ちょっと録画はしてあるんですけど、まだ見てないんで、どういう風になったかとか一応言わないでおいてください。はい。一応、後でちょっとビール片手に見ようかなとか思ってるんで。そうそう。音楽もね、たくさん流れたと思います、僕の音。うん。サウンドトラックも皆さん聞いていただいてますか？きっとね、サウンドトラックで聞いていただいた方が、より鮮明に、どんなことをやってるかっていうのね、うん、わかると思うので、あれ、ぜひ、お買い求めいただくと、フォーブのメンバーの、もういろんな技が、もう本当にいろんな技を、いろんなことしてますから、みんな。うん、それ結構、テレビで流れてるのっていうのは、まあ、基本ね、俳優さんとか女優さんのセリフの後ろで流れてるので、まあ、細かく聞き取れないところもあると思うんですけど、うん。サウンドトラックで聞いていただくと、よりいいんじゃないかな。サントラゲットできました？あ、よかったよかった。うん。ありがとうございます。さあ、今日はね、あ、携帯どこやったっけかな。今日は質問に答えるっていうね、あれだったんだけど、ちょっと待ってくださいね。結構いろんな質問いただいたりね、してましたので、まあそれをちょっと、そういう回ね、久しくやってなかったと思うので、うんうん。今日新幹線リニューアルしたみたいですね。鉄道ニュースに気を止めるようになってきましたって。N700S ですね、うん。あれが走り始めましたね。まあ、どんどんあれになるんでしょう。きっと。うん、なので、まあわざわざ乗りには行かなくていいかな。うん。きっと乗ると思うので。うん、まあ、全席にコンセントがつくっていうね。まあ、それは利用者からするとすごい、ありがたい、変化ですよね。うん、N700S っていうんで、まあ、大幅には変わってないんですね。うん。まあ、マイナーチェンジ。ビッグマイナーチェンジって感じですかね。さあ、まず一つ目ね、こんばんは。これ love07.14 さん、インスタの方にメッセージくださった方ですね、こんばんは。私は今高1です。小4からアルトサックスを吹いているのですが、
顧問に言われてオーボエに移るか、そのままサックスを続けるかを迷っています。上野さんだったらどうしますか？すごく迷ってます。返信くださったら嬉しいですというご質問というかね。なんですが、なるほど。小学校4年生からサクソフォン吹いてて、まあきっと部活の都合ですかね。で、オーボエに行ってくれっていう多分顧問の先生のお願いがあったんでしょうね、きっと。誰もオーボエいないからっていうね。どうでしょうね。まあ好きな方をやればいいかなとも思うんですけど。まあ、オーケストラで吹きたいとか、オーケストラの曲が大好きでも、その作品をどうしても演奏したいっていうね。だったら、オーボエにするべきだと思います。オリジナルでオーボエは、もちろんオーケストラに入ってますから、サクソフォンは、なかなか入れてもらえない楽器なので、まあ、時代がまあ、新しいんでね。そういうところはあるかな。でも、楽器自体でってなると、もう本当好みになっちゃいますね。まあ、僕はもちろんサクソフォンですね。もちろん。世界最高の楽器と思って吹いてるんで。他の楽器の皆さんごめんなさい。だから、まあ、どちらにせよ音楽を楽しめることは確かですよね。楽器を選ぶって、その、どっちが楽しいとか、どっちが偉いとか、そういうのってないので、音楽を表現する、その、ツールを何にするか、その何だろう、自分の音楽をこう外に出す時に通す楽器が、まあ、サクソフォンなのかオーボエなのかっていう、まあそれだけの、単純に見たらね、曲の単純に見たらそれだけのことなので、あとリード作るのが好きとかね、そういうのだとオーボエいいかもしれないですね。でもそういうのめんどくさいっていうのだと絶対サクソフォンの方がいいです、買ってるやつを開けてね、買ったやつを開けてつけて吹くだけだから、サクソフォンは。まあ、どっちにも良さあるからね。どっちもやるっていうのはいかがですか？だから今、ね、だから小学校4年生か今高1って書いてありましたから、まあ、5、6年はやってるわけですよね、サクソフォン。そしたらもうある程度吹けるようになってるはずですので、こっからちょっと覚えにで、どっちも吹けるようになっちゃうっていうのも一つの手じゃないですかね。だってもちろん自分で楽器は買わなきゃいけないわけではないでしょ。学校から楽器をこう支給されて、それもまたいいチャンスかななんて思いますね。だからまあプロの道に進むんだったら、もうやっぱり高校1年生ってなると、どっちもやってる余裕は、まあよっぽどどちらもうまくいかない限り、なかなか難しいとは思いますけど、そう。だからそうだね、ただ単純に音楽を親しみたい、アマチュアとしてね、職業を目指すんじゃなくて、だとしたらオーボエを今ちょっとかじってみる、で、あとからサクソフォンまたやるっていうのもね、できると思いますし、いいコメント来ましたよ。怪獣太郎さん、オーボエをやることでサックスの良さに改めて気づけるかもしれませんねって。戻れないんですかねってね。でも戻れないことないと思いますよ。全然違うから、なぜなら、指もこの口元、シングルリードとダブルリードって全然、僕もちょろっと吹いたことありますけど、お前、ちょろっとですよ、ほんとちょろっと、そうそうそう。だからまあいろいろ知るっていういいチャンスとも取れますね。僕だったら、僕がそうだな、プロに、サクソフォンのプロを目指してたら、そのままサクソフォンやるかな、僕だったら。でもアマチュアで、まあ、音楽をこう、ゆったり楽しんでいこう、という感じだったら、そうだな。オーボエちょっとかじってみるかな。そう。僕もですね、小学校6年生に上がるときかな、上がるときにファゴットをやるかもみたいな流れになったんです。多分この配信でも何度か話したかもしれませんけど、そう、吹奏楽部にファゴットがいなくて、いなかったんで、
誰もやらないのっていう風な、まあ、ピンチになった時があってね、その部活の中で。ファゴット誰も名乗り出ないと。そう、じゃあ僕がやりますって。で、どうぞどうぞどうぞっていう風にダチョウ倶楽部のようにはならなかったですね。先生が、いやいや、あの、上野くんはサックスでいいのみたいな。そうそうそう。まあそういうものってつきものですよね。バンド一つで何かをそうですね、こうフル編成でやろうとした場合ね、うん、ダブルリード、人口が少ないので重宝がられますよ、プロを目指さないのであれば、そうそうね、うん、面白い。ジャズバンドでサックスやって市民オーケストラでオーボエする、あ、いいですね。で、市民オーケストラのレパートリーでサックスあるときは持ち替えてね、うん、もしかしてサックスも吹いちゃうって、まあ、そんな夢のような話もありますね。という感じかね。今コメントを見ています。今更ですが1700件なのですねって、残り2編成だけしかいないんですよね、この話ね、ここにいる話、ここにいる車両の話、名鉄のね、1700系。そうか。あと、ちょっと待って。なんか、700系の引退が残念でした。顔が息子に似てて好きだったのって。息子さんが700系新幹線に似てたと。鴨の橋だったんですね、息子さんは。面白いね。面白い面白い。質問ってどこに置ける？あのあれです、あのツイッターの DM だったりインスタの DM だったりに送っていただければ、あの全てにはもちろんお答えできないんですが、僕はこうやって今みたいにね、実際いただいたメッセージをご紹介してこういう回にお答えするっていうのはたまにやってます。不定期開催です、うん、前やったの5月とかですもんね、多分6月になってから週1になったんで、この上野の部屋っていうのはね、うん、アルトサックスを知らない時に突然持たされ中国で覚えでした、音を出すのは簡単でした、その先はどちらも一緒でしたよって。まあそうだよね、自分の音をこう作るっていうかね、って難しいですからね。まあそれはそう、サクソフォンは特に音が出やすいから、うん、簡単って思われがちだけど、そう、ある程度まではね、まあ、いつも僕言ってますけど、ある程度まではもう誰でもできます、本当に誰でもできます、ある程度吹けちゃう、うん、本当に楽器の機能がいいんで、それは。そう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 。でも、そうだな。自分の音を持つというかね、その先自分がなんかいろいろ、自分なりのこう音楽をこうしていくとかね、うん、そういうところになると結構難しいですね。楽器が優れてる分ね。サクソフォンのソプラノとアルトは簡単に音が出るけど、テナーは音は、出るけど指が届きにくくて、バリトンは指は届かないし音も出ませんでした。まあ、指届かないとちょっと大変ですね。うん、上野さん、N 響で以前吹いたスカラムーシュ、また聞きたいのですが、音源取得する方法ないですか？今度娘がクラシック音楽コンクールかなって吹きます、参考にさせていただきたくなって、探すのですがなかなかなくて、そう、僕これ音源は出してないんだよな、うーん、そうですね、誰かが違法アップロードしてくれるのを願うしかないですね。そうそうそう、公式のスカラムーシュの音源はないですね。なんかあの放送では、だからテレビとかラジオでは何回か多分流れてるとは思うんですけど、う
もう何度も聞けるものとしては残念ながらまだないんですね。すいません。誰か違法アップロードしてください。何を推奨してダメだね、そういうこと言っちゃね。ダメですよ。今回の新幹線は5万種のボディデザインの中から選ばれたフォルムみたいですね。あ、そうなんだ。まあでもそうですよね。あれはまあ、形はいろんな騒音をなくしたり、トンネルに入った時とかね、の騒音を減らすためにああいう形してるわけですけど、まあそれが、どれがいいかっていうのは、まあいろんなこう、コンピューターで計算したり、実際に風洞で試したりとか、僕が好きな分野ですね。空力マニアにはたまんないですね。やっぱ今ね、東北新幹線の、あれ、アルファ X です。皆さん調べてみてください。超かっこいいから。まさに空気をいかに味方につけるかって、その戦ってるデザインがね、超かっこいいんだよね。山中さんはバイオリン弾いてましたが、上野くんはサックス以外の楽器、興味ありますか？またはやってみたい楽器ありますか？ちょっと確かにね、でもバイオリンちょっとやってみたいんだよな。なんだっけ、ミュージンっていう雑誌の企画で一回ちょこっとやったことあるんですけど、でもあくまでそれ取材の時だけね、やったんですけどね。難しい。すげえ難しかったね。もう、だから左手でこうやって音を、チラッとなんか映った。あ、かっこいいでしょ、これ。ね、今日これ自慢したかったの、もう。わかる人。わかる人いる、これ。あー、かっこいい。わかる人いる、これ。わかる？いいでしょ？やっと手に入れた。ファイリン難しいけど楽しいです。そう、やってみようとは思ってます。ちょっといろいろ勉強もしたいから。気になってました。YouTube で上野さんが弾いたの見ました。あ、YouTube にあるんだ、あれ。あ、恥ずかしい。恥ずかしい。あ、裏返しなので。あ、じゃあ、表にしましょうかね。ちょっとこれ自慢したいの。自慢したい、みんなに。かっこいいでしょ。かっこいいでしょ。何を自慢してんだ、俺らってね。そう、腕時計。これに、これがパッとわかる方は、さすがにここにはいらっしゃらない。いらっしゃらないかな、今日は。これはですね、セイコーの腕時計なんですけど、クイーンのギタリストのブライアン・メイとのコラボ限定モデルです。ね、大好きなんです、僕。ブライアン・メイのギターが。で、クイーンも大好きだしね。もうこれはと思って買っちゃいました。嬉しい。もうずっとつけてます。ずっとつけてる。そう、赤いギターなんです、ブライアン・メイっていうのは。友達の少年時代かな、子供の頃かな、の友達の家の暖炉の木。まあ、いらなくなった、確かね、暖炉の木で、自作のエレキギターなんですね。それをずっと使ってるっていそう、ブライアン・メイ。いいんですよね。むせび泣くようなあのギターの音色と、歌心と、もう歌ってるギターですよね。超かっこいい。来日公演で目の前で僕見てきたんだよね。いいでしょ。赤ばっかりになりました。いや、本当にね、ストラップも赤いしね、車も赤いし、まあ、ここに映ってるのは青いのだけど。買いたてほやほやです。まだ買いたてほやほやですよ。
なんか結構ね、ケースも、ギターケースなんですよ。ちゃんとした。ケースはちょっと向こうにあるからな。探さなきゃいけないけど、ケースも本当にギターのケース、すっごい立派なケースで、なんかコレクション用みたいなね、感じもあるんですけど、でもやっぱり僕は、使いたい。使って楽しみたい派なんですね。だから車もそうです。ね、ここにある、ね、ここに今映ってますけど、この車も、まあそんな乗れば乗るほど価値が下がるからね、車っていうのは。でもやっぱり乗って楽しみたいってことで、僕は年間1万キロ走るんですけどね、この車で。そうそうそう。だからこの時計も、まあピカピカをこう、もう何十年も経ってももう未使用感で、こう手元に置いとくというよりは、使って、なんか使い込んでる感じのセイコーのこの時計って超かっこいいと思ってるんですね、俺は。わかります？でもこう大事に使ってるっていうね。それを目指したいなっていう。そう、使ってなんぼですからね。そう、好きだからこそ使わなきゃ。いや、本当その通りなんだ。ブライアン、そう、天文学者。ああ、そうです、そうです。そういうお勉強をされてたというね、過去もお持ちですね。やっぱりボヘミアン・ラプソディが一番ですか？いやー、選べねえな。選べねえな。もちろん、ボヘミアン・ラプソディは名曲ですよ。でも、クイーンって本当にね、いろんなタイプの曲があるんで、で、時期によっても作風がね、変わったりするから選べないな。でも自分の好きなのは何だろう。とにかくめちゃめちゃ聴いてたな。キラークイーン聴いてたな。キラークイーン、めちゃめちゃ聴いてましたね。またこのキラークイーンのブライアンのソロが最高なんですよ。もうとろけるようなね、とろけるようなサウンドとポルタメントっていうのかな。しかもハモリのポルタメントだからもうよだれ出そうになるような音楽ですよ。川の動画、赤の車ではなかったですか？いや、そうです、そうです。なんだっけ。そう、帰省した時ね、ちょっとドライブして、茨城の東海村ね、僕地元なんですけど、東海村と日立市、隣り合ってるんですけど、そこを結ぶ、だから川がね、川で隔、あのー、境があるんですけど、久慈川っていうね、その川を渡る、その川を渡る、なんか小さい橋があるんですよ。大雨が降ると、閉鎖されるっていう、流されるから。そう、それをね、渡る風景をね、ツイッターにね、動画を上げたんですが、そうだな。その時は赤い車でしたね。レイ・チャールズの映画も面白かったですよ。見ましたよ、僕、昔。レイだっけかな。レイって映画ですよね。レイ・チャールズも相当好きだったな。クイーンのレディ・ヨガがレディ・ガガの芸名の語源なんですよね。その通りです。リーズ・レディ・ヨガが。こうやってライブでやりましたよ、僕も。レディ・ヨガ、ブラブラ。いい景色でしたね。あ、良かったです。わかります？川を渡るときに小鳥の声も聞こえて、ちょろ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 っていう川をね、あれも、もう少し、河口の方に行くと、もうすぐ海ですから。久慈川。いいっすよ。上流の方行くと、綺麗だし。上野くん、年がめちゃ違うのに、クイーンで話が合うなんて。いや、もう、いいものは、どの年代とかね、関係ないと思います。流行ってなくなっちゃうのって、あんまいいものじゃないんじゃないって僕は思うんですね。流行りばっかり追いかける人もいますけど、いいものって絶対残りますからね。だって現にクラシックがそうでしょ。まあ、当時いろんな他の作曲家も本当にいろんな曲書いてるはずですけど、残ってないですもんね。だ本当にいいものはやっぱり何百年と残るわけで、まあ、クイーンなんていうのはもうある意味クラシックですよね。そう思います。初めて運転した車は教習所のクラウンコンフォート。LP ガスのね。
コンフォートね。で、教習所含めないとここにある車ですね。免許取った次の次の日に納車でした。茨城県行ってみたいな。仙台よりたくさん観光地あって羨ましいです。そうかな、観光地。まあそうか、まあ、水戸の偕楽園でしょ、日立海浜公園、まあ、袋田の滝もいいし、メジャーなのはそんなもんかね。でもね、何食ってもうまいっすよ。うん、魚も中港で取る、行けば中港っていうのがあるんですけど、そこ行けばうまい魚食えるし、肉も日立牛もあるでしょ、ローズポークっていうね。ローズポークってこの豚がね超うまいから食べてみて。東京にもたまにスーパーで売ってたりしますけど、ローズポーク、ローズポークうまいっすよ。あの赤い車、上野さんのではないですか。僕のですよ、僕のです。 S2000 ね、ホンダの S2000、 いい車ですよ。あ、益子焼きとか、あ、よくご存知。そう、メロンもうまいですね。東京のスーパーで売ってる野菜って結構茨城県産多いです。メロンとか、レタス、キャベツ、ほうれん草も多いですね。美味しいですよ。茨城の干し芋好きです。あ、素晴らしい。皆さん冬は干し芋食べてますか？普通に売ってる干し芋っていうのはちょっとこう緑がかった硬いやつなんですけど、僕のね出身の東海村での作られる干し芋っていうのは黄金色に輝いてるんですよ。これがほんとうまいんですよ。硬くないです、柔らかい、むしろ、で割としっとりしてて、それをちょっとオーブンとか、まあ、実家にいた頃はストーブでね、ストーブでちょっとこう炙って食べるとまたこれが美味しいですね。黄金です。調べてみてください。東海村とかその隣のひたちなか市で取れる干し芋っていうのはもう絶品です。でもあんまり人に教えたくないんだよね、自分らが買えなくなっちゃうから。何、豚肉をの話をされていたので、先日ルイ・ヴィトンというブランド豚肉をスーパーで見かけたことを思い出しました。うわー、面白いね。それありなの、訴えられないの、ルイ・ヴィトンに。大丈夫なのかな、上野さんの配信見て、ひたちなか市の干し芋食べました。あー、惜しい。それで東海村の食べててくれたら。まあまあ、でもまあ一緒です、ほぼ。地理的にはもう隣り合ってるんで、干し芋って黄金色では、そうそう、黄金、いやいや、結構ね、東京スーパーとかで売ってるやつ、緑っぽいっていうか、なんて言うんだろうね、なんとも言えない黄緑というか、そんな色してますけど。気づいたらこうね、食べ物の話になってるね。質問に戻りましょう。はい。これはみぞれさん、インスタですね。音色に関しての質問なのですが、音の輪郭をはっきりさせたり、逆に柔らかい音を出したいとき、口の中や息遣いはどのように変化しているのでしょうか、という質問ですね。音の輪郭ね、輪郭をはっきりさせたいときは、まあ、基本的には息の、全部息なんですね、やっぱり。だから柔らかい音をさせたいなと思ったら柔らかい息。で、輪郭はっきりさせたいなと思ったら輪郭のある息。これがまあまず大原則です。まあ具体的に言うと、輪郭をしっかりさせたいっていうんだったら、息のスピードは必然的に上げます。上げます。でと同時に息をちょっと細くします。そうすると輪郭のある、まあ、パキパキと吹けるようになるわけですね。で、逆にものすごく柔らかくしたいときっていうのは、まあ、太くしてスピードを遅めてあげる。
この変化でだいぶ変わりますよ。だからそれに連動して、おのずとこう、口の中だってこう、アンブッシャーっていうかね、まあ、ここの外側も変わってくるわけで。その連携で音色をこう変えていく。だからまあ、すべての源は息なので、管楽器っていうのは。同じ息で吹いてるようじゃ、やっぱりのっぺらぼうな音楽しかできないわけですね。同じ息で吹いてて、アンブッシャーいくら変えても、音の長さ変えても、全然表情変わらないんですね、残念ながら。もうすべての源である息を、こう、しっかりニュアンスをつけてあげる、変えてあげる、表情のある息、意思のある息っていうのを送ってあげると、おのずとそれ以外もこう変わってくるわけなんで、まず息を変えるということかな、と思います。僕はそうしてます。あくまで上の流ですが。お次。FG 山州さん。ツイッターです。ツイッターの DM。こんばんは。毎週配信ありがとうございます。いえ、皆さん、むしろ毎週見ていただいてありがとうございます。コロナを全く気にしなくて良くなったら、海外で行ってみたい国や地域はどこですか？そこでは何をしてみたいですか？いやー、もうまずね、モナコに行って F1 見たいですね。ああ、本当に。いやー、本当に F1 見たいですね、モナコで。F1 はもう今週末再開ですからね、やっと。やっとですよ、オーストリア、レッドブルリンクで、やっと再開。再開っていうか、開幕だ。3月末の開幕が延期になって、やっとです。残念ながら今年は鈴鹿での日本グランプリはやらないみたいですけど、そう、ちょっと楽しみですね。お次。寿太郎、寺岡さん。同じくツイッターの DM です。小4からサックスを始めて、今年から中学でもサックスをやることになったんですが、楽器が古すぎて初めて音出しした時より音が出ません。改善策はありますか？でもこれはリペアマンに楽器を持っていくほかないですね。しょぼい楽器でいくら吹いても、無駄な努力になっちゃうので、まずはそう、上の流ね、これ。まずは楽器を疑う、それが第一歩。で、それで楽器良くなってダメだったら、それは自分のせいなわけですから。楽器のせいなのに自分のせいと思って無駄な努力をすることほど悲しいものはないので、まずは楽器の状態をしっかりするということかな。そこはもう先生に頼み込んでください。学校の楽器でしょ、きっと、おそらく。こんなんじゃ絶対吹けませんと。楽器がしょぼかったら、いくら練習しても無駄な努力だって、上野公平というプロのサックスの人が言ってましたって言ってください。意味あるか分かんないけどね。おととしモナコに来ましたって。いや、いいな。行きたいな。10年ぶりに、これは、美しい友。みゆさんっていうのかな？なんて読むのかわかんない。美しい友。と書く、ね、名前。DM ですね、ツイッターの。10年ぶりに楽器をしたいと、バリトンサックスを買ってレッスンを受けに行ってます。おお、楽器を吹くことが楽しくて仕方がありません。上野さん、どんな時楽しいと感じますか？この間、だから帰省したのは長井楽器さん、水戸のね、水戸に長井楽器さんっていう楽器屋さんがあって、まあ、僕が初めてリペアマンに楽器を持ってったお店でもあるんですけどね。そう、そこで、まあ、イベントを半年に1回やらせてもらってるんですが、そこでは、まあ、午前中選定して、まあ、高橋君とやったんですけど、高橋君と取り外して、ミニコンサート40分、50分ぐらいかな。やって、その後、まあ、クリニックっていう公開レッスンですね。という感じだったんですね。で、実質、お客さんの前で吹くのって、まあ、4ヶ月ぶりだったわけですよ。約ね。
で、それまでってまあこういう配信だったり、配信小屋もそうですけど、そこ目の前にお客さんいないんですね。で、その時ね、土曜日にその長い楽器で、1曲目吹き終わった時に拍手が来た時に、ああ、拍手だって思いました。当たり前だったけど、その今まで拍手をいただくっていうのは、いかにそれがなんか、報われるというかね、勇気づけられるというか、っていうのをこう、なんか再認識しましたね。配信小屋も皆様がきっと拍手をしてくださってるのかなっていうのは、こうコメントからね、もちろん伝わってるんですよ。もちろん伝わってるんですけど、実際目の前のお客さんにこう拍手、30人だったかな。30人しか入れられないんでね、今このご時世だから。そう。30人のお客様が、から拍手もらった時に、はぁ、まさかそんなこと思うとは思わなかったんで、嬉しかったっすね。リペアマンさんの話。そう、リペア行ってくださいね、皆さん。まず楽器を疑う。まず楽器を疑ってください。それでダメなら自分が悪い。モナコ行きました。一般道路にグリッドがペイントされてましたね。そう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 。高橋さん元気でしたか？郡山の上野さんとのリサイタルで初めて高橋さんの演奏を聞きました。高橋くん元気でした。相変わらずですよ。元気いっぱい高橋祐介くんって感じ。楽しかったな。すげえ楽しかった。やっぱり楽しかったな。本当に楽しかったです。そう。もう、7月5日はもう、それこそ4ヶ月ぶりのコンサートホールですから、これもまた楽しみですね。サントリーホールで2回公演、サントリー子供定期ということで、川瀬さん指揮の東京交響楽団の皆さんとの共演で、山中敦さんのカルメンファンタジー、まあ、短縮版ですが、フルではありません。短縮版を2回吹けるっていうね。今日は実は川瀬さんとの打ち合わせで、ちょっとお会いしていろいろやってみました。超楽しみ。お互い川瀬さんもそうだった。本当に4ヶ月ぶりのステージだっておっしゃってて。僕もそうだし、コンサートホールっていう意味ではね。めっちゃ楽しみだな。きっと、この中にも来てくださる方いらっしゃるのかな？そして、配信小屋の第2弾ね。レブの時にも言いましたけど、8月に何かやるってやつね。8月に何かやるって、その何を、どんな感じでやるのっていうのは、日曜日。僕は本番終わった後ですね、その日は。もしかしたらビール飲んでるかもしれませんが、なるべくシラフで頑張りたいと思いますが。そうそう、レブの配信がありますんで、それ絶対見てくださいね。そこで全貌が明らかになります。あ、行きたかったのですが、撮れなかったっていう方もいらっしゃいますね。生で聞いたら号泣するかもって、いや、嬉しいですね。わかんない。意外とへっちゃらかもよ。なんてね。そう。川瀬さん、お子さんが生まれたそうでね。パパになられたということで。そう、日曜日ね。見てくださいね。そういえばそうですね。おすすめの CD 中のね、紹介してましたもんね。僕が今日、最近ですごいよく聞いてるのは、ベートーベンの運命なんだけど、第5番ね。どこ行った？それの、ちょっと待ってくださいね。今出しますからね。ちょっとまた Apple Music の画面になっちゃいますが、これ。
クライバー、俺のアイドル、うん、カルロス・クライバー式ウィンフィルハーモニー管弦楽団のベートーベン第5番と第7番。これ多分前、これは多分ここでは出してないと思うんだけど、やっぱいいっすよこれ、うん、やっぱいいねって感じ。もう本当にそうそうそう、そう、これをおすすめします。5番も7番もいいです。ビール飲んでくださいって。本番後のビールは本当うまいからね。ビールはやはり一番搾り、そうですね、うん、キリンが一番うまいですね、なんだかんだね。でもね、今うちにはね、札幌クラシックがありますよ。札幌クラシック北海道限定のビール、ね、北海道行ってないのにあるって。なぜかって茨城にはね、あの茨城で買ってきたんです。これ茨城にはセイコーマートっていうね、うん、セイコーマートっていうあのコンビニがありまして、これ北海道と茨城なんですね。まあ、他にもどっか確か出してたと思うんですけど、まあ主に北海道、北海道で確か一番多いコンビニじゃなかったかな、セイコーマート。だから北海道のものが普通に売ってたりするんで、でそれがなぜか茨城にもたくさんあって、もうあセイコーマートだと思って入ったらもう入った瞬間ドーンとね、札幌クラシックが置いてあって、はぁーと思ってね、だから6本入りでこう1セットでしょ、それを2つ買ってきちゃいました。そうそう、キリンラガもいいっすよ。キリンラガの瓶は最高だよね。ちょっと汚ねえ飲み屋で飲むあのキリンラガの瓶ビール本当に美味しいよね。そう、汚ねえ飲み屋が僕大好きなんで、はい、あんまり綺麗でおしゃれなとこは居心地悪いから好きじゃないね。初めて自分で買ったレコードはカルロス・クライバーのベートシティでした。40年以上前。そうなんですね。やっぱ永遠のアイドルだよな。あんな音楽家に絶対なりたい。さあ、ということで、そろそろ1時間経ちますかね。水戸湯北によくあります、セイコーマート。そう、セイコーマート。ホットシェフっていうね。あの、だから、まあ、今でこそ、そうですね、いろんなコンビニでこう、なんか、唐揚げ売ってたりとか、いろいろね、あるけど、セイコーマートの結構本格的なお惣菜だったり、ファーストフード店みたいなコーナーがあって、ホットシェフっていう。これがまたうまいんですよ。だから、北海道行ったら、のお決まりコースとしてはね、美味しい飲み屋さんに行き、海の幸を堪能して、ね、その後、2軒目としてジンギスカン屋に行き、うん、そこでもジンギスカンとビール、ね。で、その後、セイコーマートに行って、札幌クラシックとそのホットシェフの、フライドポテトとか、なんかこうチキンのやつとかを買って、ホテルに帰ってっていうのが、北海道の幸せなコースです。よだれ出てくるね。セコマのホットシェフ美味しいらしいです。みんな言います。やっぱそうなんだよ。茨城普通にあるからね。それ羨ましいですよね。東京にも出してほしいな。コンビニで言うと僕はあのミニストップのハロハロの白桃が大好きです。はい、ハロハロの白桃、あれはね、本当に美味しい。あの桃好きなんですね。桃とかも好きで。そう。ハロハロの白桃美味しいですね。都内だと、都心にはね、あんまりないんですよね。ちょっと郊外に、行くと割とあるんですけど、車で走ってて、あ、ミニストップだって思って見つけると入ってはハロハロの白桃頼んじゃいますね。はい。何の話なのかね。あ、セイコーマート、本州では埼玉と茨城。なるほど。じゃあ、行きたくなったら埼玉に行けばいいんだな。何の話してんだろうね。
まあそんなこと言っときながら僕そんなたくさん飲めないんですけどね。普段は缶ビール1本でもう十分です。十分です。本当に十分。硬い桃が好きです。福島の桃美味しいですよ。いやもう本当にね、いや本当にね、福島の桃はマジでうまい。マジでうまいですよ。皆さん、福島の桃ぜひ注文して食べてください。なんかもう原発のね、いろいろあったからもうみんな大変だったと思いますけど、もう全然そんなこと、もう安全だから、全然大丈夫。全く問題ありませんからね。変な風評被害に惑わされないように。僕はわざわざ取り寄せて食べてます。福島の桃ね。箱買いしてます、夏に。めっちゃうまいんだ、これが。本当に美味しいの。福島の桃、マジで美味しいから。ぜひ、もうそろそろじゃない？ 8 月とかかな。桃もいろいろこうね、種類ありますけど、福島の桃、本当うまいっすよ。みんなぜひ箱買いして。う。うまいんだよね、本当。関西で売ってない。いや、でも、ネットで頼んだらいけるんじゃないですか？ダメなのかな？結構、日本全国いろんな、もの取り寄せられるんじゃない？今は。どうなんだろう？僕は割と、果物好きなんで、果物は、その旬の美味しいとこの、たまにですよ。そんな、いつもはそんな贅沢できないんで、本当にたまに、ちょっと贅沢しようって時に、そう、一人で一箱食べますよ。僕、アホなんで。スイカを一日一玉食べる男ですからね、僕は。舐めないでください。なんて。そうそうそう。だから、桃はもう全然一日2個3個いけちゃうよね。朝起きて1個でしょ？で、帰ってきてまず1個でしょ？で、寝る前にまた1個みたいな。これも果物は本当美味しいからね。本当に、僕にとって最高の食後のごちそうです。今はスイカ。本当に美味しいですね。夏はずっとスイカ食べて、で、この後桃が来て、それで梨が来るでしょ？忙しいな、今年の夏も。何の話だ？ さあ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 、10時になっちゃった。質問に答えるとか言っても一方的になんか自分が好きなね、あれを 話をしてました。あ、なんかスパチャもいただいて、こんなただ喋ってるだけなのにごめんなさい。まず、ケログリーンさん、ありがとうございます。これで週末まで頑張ります。いや、嬉しいです。そう言っていただいて。もう世間は皆さん、もう、稼働してる方も多いと思いますが、頑張ってください。僕も今週フル稼働です。山崎さん、いつもありがとうございます。いや、こちらこそです。ありがとうございます。ウォーターメロンマンですな。あ、うまい。さとさとさん、うまい。そう。まさにウォーターメロンマンです、僕は。あ、もう絶対福島の桃取り寄せしよう。ぜひ。福島の桃で作った桃ジュースっていうのもね、死ぬほどうまいから。なんかね、これぐらいのやつ。なんかね、あれ、イギリスのボリス・ジョンソン首相だっけ？が日本に来た時に、河野大臣に飲まされてたやつ。飲まされてたっていう言い方悪いね。なんか勧めて飲んでて、って飲んでる動画を見たことがあって、まさにそれ。それを、なんかね、芸大の、なんか交流授業かなんかで、福島県の伊達に行った時に、みんなこう配られてもらえるジュースなんですけど、まあ、うまいこと。本当に美味しい。ちょっと調べたら多分すぐ出てくると思う。ボリス・ジョンソン、桃で多分出てくると思う。すごい、しかめ面なボリス・ジョンソンさんが、すっごい美味しそうに飲んでましたよ。まあ、それぐらいうまい。僕もあれ飲んだことあるからわかるけど。今日は、ちらちら溶ける、見える溶けが気になる。あ、いいでしょ？いいでしょ？ そうそう。濃いめですよ、結構。桃って感じのジュースです。めっちゃ美味しい。そしてね、これには誰もね、突っ込まないよね、今日ね。なんかね、すごい面白いプラモデルを買ったんですよ。面白いでしょ、これ。わかる、これ。誰だかわかる、これ。まあ、わかるね。そう、こんなプラモをね、なんかネットで見つけたんで、しかもね、これ面白いの。
作ってるのどこかってメイドインコリアって笑っちゃうよねこれそうそうそう、中身はまあこんな感じでね、バラバラになって自分で色を染めてやるのね。あ、ひろみさんありがとうございます。神奈川フィルと奈良公園チケット買ってあります、ありがとうございます。あ、里さんもありがとうございます、ずっと気になってました。ウケるでしょこれ。ちょっとあの組み立てる前はこう生首状態でちょっと怖いんですけどね、ちょっと怖いんですけど、そうそう、これを色を染めて仕上げるって、なんかなかなか面白いプラモデルなんかだなと思って、しかもちゃんとお月のね、お月のこうごますり役の人もこうちゃんと隣にいるっていうプラモデル、面白いでしょこれ。これがまたメイドインコリアっていうのがまた面白いなと思って買っちゃいました、はい、いつか作ります。あ、いいこと思いついた。僕ね、なんかガチャガチャで、あ、空たたさんもありがとうございます、ありがとうございます。1個分くらいになる、いやいやもう嬉しいです、ありがとうございます。それ作って、あ、そうそう、これを組み立ててね、これはあの僕があのガチャガチャがなんかでゲットしたあのしょんべんする犬っていうね、これかわいいでしょ、そうかわいいでしょ、これこれをここにこう並べたら怒られるね、やめとこう、はい、ダメだねこういう悪いとこ、うん、すいません。さあ、なんか演奏しましょうかね何吹こうかな。ちょっと音を調節します。ちょっとリードが変えちゃう、拉致されるってみんな心配みんな心配してくれてるそういうバカなことを考えるの結構好きでね、うん、いろんな人にやめなさいやめなさいって言われるんだけど、やめなさいって言われるとやりたくなっちゃうんだよね、うん、後でこれも怒られないよな。さあどうしようかな。じゃあリクエストにしよう。何がいいですか、今日はそういう回、何がいいですか。あ、もうちょい大きいと嬉しい。 OK です OK です、後で調整します。何がいいですか皆さん、アルトでワンフレーズ、アルトでワンフレーズ、シーガル、あーなるほど、前吹かなかったっけ、吹いてないか。シーガルってなんかね出てるから、シーガルいいですねっていうの来てるから、じゃあシーガル吹きますかね。真島敏夫さんの超美しい、あ、シーガル多いね。シューマンちょっとごめんなさい、ソプラノ出さなきゃいけないんで。ではシーガルちょっとワンフレーズ吹きますね。
ありがとうございました。ちょいちょいうろ覚えなとこがありましたね。はい。ごめんなさいね。ちょいちょいうろ覚えだったね。うん。結局だよね。うん。ということで、ね。1時間ちょい。ありがとうございました。確かにワンフレーズどころじゃないって。うん。途中で切れねえんだな。うん。だいぶ先まで行っちゃいましたね。途中連符が怪しくてごめんなさい。かおりさん、ありがとうございます。いや、皆さんありがとうございました、今日も。みなとみらい、もう楽しみにしててくださいね、レブね。横浜みなとみらいホールでやりますからね。ありがとうございます。あ、嬉しい。あ、もうサックスってなんていい楽器なんだろう。最高でしょ？世界最高の楽器ですよ、本当に。ポンポさんですかね。ありがとうございました。あ、そう。福島桃の恵みです。はい。JA 全農福島が販売してるやつ。そうそう。まさにそれ。めっちゃ美味しいですよ。あ、愛花さんもありがとうございました。うろ覚えでも取り分でした。恐縮でございます。ちゃんと次から楽を見て、やります。あ、ごめんなさい。レブ、とにかく日曜日。日曜の夜9時ですね。見てください。そしてその前の2時からのラジオもお忘れなく。今週からテーマ映画ですからね。うん、映画音楽、映画と、映画かけるクラシックですから。うん、また7月は映画ということでいろいろ掘り下げていろんなクラシックと出会えるんじゃないかなというふうになりますんで。あ、マリエさんもありがとうございます。うんうん、なので、ラジオと、日曜日はラジオと、そして夜のレブの生配信、楽しみにお待ちください。あと1週間頑張ってください。そして5日は、だから日曜日は、そうですね、コンサートホールでもしかしたらお会いできる方もいらっしゃるかもしれません。あ、ジュンさんも今日もありがとうございます。上野さんのコンサート全国おかけしたいって、ありがとうございます。全国おかけしたら必然的にいろんな鉄道にも乗れますよ。あ、よしこかやまさんもありがとうございます。8月のみなとみらいね、ぜひ来てください。日曜日は9時に合わせて気合と根性でやることを片付けないと。ありがとうございます。日曜は濃いですね。楽しみです。そう、7月は映画かけるクラシックだから、映画っていうとね、結構いろいろありますからね、多分皆さんもパッて思いつくものもあるだろうし、あ、これもそうかっていうね、こう、あ、こんなのもあったんだっていうね、そういう新たな出会いもある番組ですので、ぜひ毎週聞いてください。ということで、今日も皆さんも最後までありがとうございました。今日はもうなんか無駄話多めだったかな。うん、すいません。あ、あともう一個自慢したいのあったんだ。そうそうそう。これ誰も突っ込まれなかったね、今日は。もうね。あ、ちょっともう、ちょっとタイヤ取れてんだけど、これ。ダダン。スーパーアグリの、ね。スーパーアグリ F1。これ SA07 かな。スーパーアグリの2007年の車ですね。ちょっと、左フロントが、ほら、取れてるから、後で接着剤でくっつけなきゃいけないんだけど。茨城のね、水戸のね、ミニカー屋さんで見っけまして、うん。これ自慢したかった。そうそうそう。自慢したいものをここに置いてるんで、ぜひ突っ込んでいただければ、喜びます。はい。すいません。すごい好きなんです、これ。うん。スーパーアグリね、スーパーアグリが大好きだったから、当時。うん、知ってる方いるかな ?2007 年のカナダグランプリは忘れられません。はい、はい。あ、ショスタコービチの12番、ラジオで初めてめっちゃ聞いてハマりましたと。あ、嬉しいですね。こういう出会いがあるのがね。はい、嬉しいです。
どこで入手を？水戸の大工町にあるミニカーショップです。いろんなコレクターズアイテムがあります。はい、もう少し上に、すいません。そうでしたね。ちょっとここはもう鉄道スペースって決まってるから、だからここに行こう。ちょっとね、ちょいちょい、だから僕こうやってね、避けて皆さんに見せてたつもりだったんですけどね。分かってそう、もうこれ見た瞬間もうこれ買うってなりました。はい、はい、さあ、ということで今日はこのぐらいにしようかな。皆さん本当ありがとうございました。ぜひ、日曜日、お会いできればと思います。ありがとうございました。今週も頑張ってくださいね。おやすみなさい。また日曜日。